よし。お耳に入れたいことが。ちょっと外させていただきますよ。なんだね。こんなものが表に。手紙？それがその才能が枯渇した巨職の大罪人斑目一龍斎殿、権威を飾り門下生から着想を盗み盗作すら厭わぬ芸術家、我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。その歪んだ欲望を頂戴する。心の回答団より。誰の仕業だ。わかりません。同じものが至る所に貼られてまして。防犯カメラは。犯人らしき影はどこにも。猫が一匹映っていただけで。とっとと剥がしてこい。はい。なんだ。古典への影響と言いますか、いたずらとは思いますが、マスコミなどには。盗作が事実だとでも。滅相もございません。あのガキどものいたずらか。まあどうということはない。どうせ奴らもこの個展が終わるまでだ。これでいいんだな。うん、上出来。文章もかっこよくなってたし。これで今頃お宝が出現しているはずだな。せいぜいシャバの空気を味わっとけよ、じいさん。てか、ネット見たか？あの予告状、もう話題になってんぜ。どいつもこいつも待ってろよ。あっ！分かってるよな。決行は一発勝負だぜ。できるでしょ。前もできたし。ユウスケも迷いはないな。当然だ。やってやるさ。
なあ。しているのはこれか。我が輩にネズミ捕りなんてナンセンスだぜ。偽物用意してたってのか。日本画の世界では贋作は肯定されているのだよ。なぜ変わってしまった。有名になったからか。育ての父に罪を問わなきゃならないこの痛みがお前にわかるか。思い返せばお前を預かったのはお前の母を世話した縁だったな。あの女は夫が死んだ後も絵画への情熱は失わなかった。その技術と才覚には目を見張るものがあった。だから世話をしてやることにした。お前の母も生み出した作品も全てこの私の作品だ。クソすぎる。メイドの土産に見せてやろう。本物のサユリをな。本物。あれが本物のサユリ。まさか母さん。は？そりゃそうだ。それはお前の母親が描いた自画像だからな。四季を悟った女が残していく我が子への願いを描いたもの。
それが才人の称える表情の神秘の正体なのだ。そんな大事なもん盗みやがったのか。一目で思った。手を加えて私の名前で出せばこいつは大いに受けるとな。絵の中の赤ん坊をなぜ塗りつぶした。演出だよ。赤子を塗りつぶせば女の表情の理由が謎になる。そこに俗人は引きつけられるのだ。寄生虫じみた評論家どもも全員そう書いた。ずっと感じてた違和感、なんか今わかった。盗まれてスランプになるほど大事な絵なら複製して売ろうなんて考えるわけない。あんたは芸術なんて愛しちゃいない。本物のお宝はそっちでも、本人の実力はさっきの落書きの方ってことだな。笑えるぜクソが。あくまでも立てつくかなら、私の作品となったユウスケは私の未来のため刈り取らせてもらうぞ。そこの無礼な友人とも。親子両方を物扱いなんてひどすぎる。フォックス、作品は一つの例外もなく潰したと。母さんもなのか。たまたま私の目の前で発作を起こした。その時思ったよ、ここで助けを呼ばず見過ごせば絵をしがらみなく手に入れられるとな。まさか見殺し。体の弱い女だ。発作でくたばっても誰も疑わない。大体ユウスケ、おかしいと思わんかったか。お前が3つの当時ガサイを見出して引き取った。貴様を飼ってやったのはサユリの真実に気づかれてはと思ったゆえ。貴様が母さんを。母親譲りのガサイは嬉しい誤算だったがな。着想をいただくなら大人よりも言い返せん子供の将来を奪った方が楽だ。お前のおかげで思いついたんだ。感謝しとるよ。